うわこれ本当に黄色い飯になるやんこれ。俺たちいつかやるピラスケ社長副社長、今日は何ですか、いじむしです。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日は何ですか、キリシタン大名大友総林でございます。ドンフランシスコじゃないですか。大友総林、戦国時代の大名、この時代に伝わってきたキリスト教に改宗した有名な大名にして、明時代の中国やポルトガルなど巧みな外交手腕を発揮し、また国内においても北九州東部を平定した。一時期は戦国最強の島津を追いやるも、後に豊臣秀吉による九州征伐の直前に病死した。そんな彼の愛した料理は黄飯。果たしてどのような料理ができるのか、調理開始。使う材料はこちらでございます。大根、おい、ちょいちょい、おっきりごぼうなんです。間違った。大根、はい、人参、はい、ごぼう、はい、ネギ、はい、お茶パック、お茶パック、そして、豆腐に、はい、白身魚、 お米。いや、いいですね、ザ日本。そして口なしでございます。わー、いいですね、初めて見た。なんか戦国感あるよね。あるあるね。行きましょう、行きましょう。それでは料理の2回崩れ始めます。行きましょー、し久しぶりの戦国大名。そうですね。ということで、この口なしをですね、はい、はい、この天然のフードプロセッサーで、いやー出ました、またそのタイプだよ。天然のフードプロセッサーって、そう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 。やっぱ要塞大事ですから。いや、くそ、うん、こうやってね、どんどんとね、か、硬いんですけど。硬いんでしょ。か、硬いみたいな。あれで、岩屋城を守った高橋常務みたいに硬い。あー、なるほどね。あー、なんか、あれか、家臣かなんかにいるの。家臣でいる。あポルトガルとかカンボジアとかなんかと国交外交やって、若干量減ってるように見えるじゃん、うん、これソーリンが回収しちゃったから、家臣が揉めて半分いなくなっちゃった。そう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 、まあ、種を抜いた、そうそう、種を抜いたんですよ。なんか不正を働いた匂いがするな。そうそうそう、これはしょうがないですね。あのね、天然のプロフードプロセッサーじゃないフードプロセッサー使ったから。そう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 、それでも砕けなかった、ね、砕けなかった。超頑丈だわ、マジで。これで1時間ぐらいかけてるから本当に。これをね、はい、こちらに移しますと。茶こしですか。はい、こうやって一回ね、キリシタン大名とかキリシタンたちをね、まとめると。これが立場の同説あたりですかね。そこが、いや、こっちの方が有名だから、むしろ。まあでも、でも、あ、なるほど、立場、あんな、同説ね。同説、そうです。雷切りで有名なね、はい。で、これをね、水につけるんですね。水につける。はい。で、ちょっと浸しましょう。はい。浸したのが、こちらでございます。おー、すげえ。漢方薬みたいになってる。漢方薬っていうか、ものすごい色がすごいんだけど、なんかラー油みたいになってんだけど。この米、おお、これで要は絞りながら入れていくと。なるほど。うわー、まあ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 、うわこれ本当に黄色い飯になるやんこれ。でこれをね、はい、まあ炊きますと。炊きますか。はい、はい、火薬があるらしくて、おはい、それを作ります。はい、はい、じゃあ、ではまず豆腐をね、いります。豆腐いる。そう、昔糖質オフダイエットやってた時に、うん、お米の代わりにこれをお米として食ってたことがあるから。これを、そう、うん、ね、本当にね、このやっていくとね、本当にお米っぽくなるの。これに納豆を入れて、そう、じゃあ次、はい、ミンチにしたこの白身魚を。わーいしょ、うわー、うん、こんなん超美味しいに決まってるやないですけ。あー、もうなんかちょっと美味しい確定しやすい。あー、いや、もうある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 、うん、あるね。これご飯にかけて食えるんだっていう喜びはある。あー、ワクワクして、そう、ワクワクは。よっしゃ、いい、もう一つ一回飲んでもね、主張してた、クイみたいなのがある。クイみたいな。うわー、大好き、はい、もう大根、ネギ、人参、はい、たまんね。これで炒めた後に、うん、めんつゆぶっかけて、うん、やっと煮ると。出た、あ、出た、うまい確定音になっております。なんだよ、なんだよ、来たじゃん、来たじゃん。これでかくねえで、もう人参とか大根、ここでつゆを入れます。はい、はい、こういう感じでね。あー、うまそう。で、ちょっとね、調味料で、はい、味を調整すると、うん、はいはい、これはいいわ、これはいいね、うん、九州征伐、ちょっと、もう活況に迎えてる感じがするね。もう だいぶなんか東側の、なんか、あたり制圧仕掛けてる感じがある、ね、そうそうそう、うん、でもちょっとね、顔色悪いから、大友総理にちょっと、これはもう病死するんじゃないかね。チグスになるね。チグスにかかり始めてるよ、これ。こんな感じでよかろうもん。うん、もうね、これだけ食いたいわ。でも食いたいわ、これ超うまいもん、絶対に、こんなの。お米が炊きました。あらららららら、あらららららこちらが、後半だー。わっ、黄色、黄色い、思いのほか黄色。もともとこれで、パエリアっぽくしたかったらしいんだよ。あー、あ、っていうか、それだけでちょっと味見してみてよ。いくよ、うん、
構普通に。うん、うん、米や。米は。ただの米。よし。よし。本当色ついてるだけだ。よし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 、うん、もうそう変なね、あのなんか謎のカーブとか投げないでいい。変化球はいらない。そうスピリットボールとか投げなくていい。こちらが大友総林が愛した料理後半でございます。いただいていきましょう。はい。それではいただいていきましょう。よしよし。はいはいはい、ありがとうございます。そうだよこれめっちゃうまい。これやねんこれやねん、だから人飯って言ったらここやねん。これうまいわ。何がレモネードじゃだよ。いや火薬ありきだけど、まあいやでもね普通にうまい。うまい。あなんかやっぱ和だな。和ですね。どうしてもパエリアではないな。パエリアではないね。でもなんかその黄色い分さ、ちょっとドライカレー風味っていうか、別に味はしないんだけど、なんか感じはすんのよ、ちょっとね。イメージでな。うん。だから五目ご飯みたいな感じだな。近いよね。もっとなんか味の濃い五目ご飯だね。これは良かったよ。良かったね。久しぶりにも食ったわ。そう。ちょっと黄色い米が抵抗なければ、全然家庭出してもいい。いや、ていうか全然いいだろ、あれ。俺、それ、てかあれ、なんで記録したの？なんかその、あ、パエリア作りたいけど、作り方わかんない。とりあえず記録したで、みたいな、ね。あー、だから完全に、なので、あれか、あ、肉じゃが飛んでるシステムか。そう。うん。ということで、面白かったら、チャンネル登録、高評価、良かったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますので、フォロー、よろしくお願いします。インディアンのポピ族が使ったブーメランです、うん、はい、これはですね持ち手がありますよね。ある、はい、普通に投げる投擲でも使えるし、ここを持ってまあボーンってコンボのようにもう殴ることもできると。